これくらいなら楽勝ね。ありがとう。
どういうこと？前に来た時と全く変わらないじゃないの。まるで何事もなかったかのように淡々と任務についているといった感じですね。公女の謀反にも指揮官の死亡にも動じず。果てが外れたわね。混乱どころかかえって警備には身が入ってる感じ。エクセラの潜入騒ぎがあったせいかしら。これからどうする？どこか侵入経路を探す？それも難しいと思うわ。どうしたものかしら。よし、ちょっと行ってくる。どこへ？陣地の真正面だ。その辺りで大暴れすりゃ敵はそっちに注意を引かれるだろう。お前らその隙に脇から入り込め。おとりってこと？ちょっと待って、それは危険すぎるよ。危険かもしれんが、アグナムにしては悪くない作戦だ。なんだよ、お前に褒められるとなんだか気味が悪いな。まあいいや、レスティのお墨付きだ。作戦実行ってことで行ってくるぜ。待て。なんだよ。私も一緒に行こう。兄様。バカ野郎、二人も必要ねえよ。俺一人で十分だ。だが一人で行くより二人で暴れた方が派手に見えるはずだ。それに多少なりとも生存確率は上がる。目的は陽動であって死にに行くことではないのだからな。おう、そりゃそうだが。では決まりだ。ユーマ、お前たちはこちらの様子を見て、チャンスがあったら忍び込め。分かった。アグナムもレスティも気をつけて。兄様、どうかご無事で。キリカ、心配はいらん。また後で会おう。なんだよ、結局ついてくんのか。別に頼んだ覚えはねえんだけどな。まあ来るってんなら勝手にしやがれ。さあ出てこい、帝国兵ども。爆音の演術師アグナム様と他一名のお出ましだ。誰が他一名だ。お前こそおまけではないのか。偉そうに言うな。大体お前は来る必要なんかなかったんだぜ。さっきも言った通りだ。一人よりは二人の方が生存確率も上がるか。それじゃあ聞くかな、どの程度上がると思ってんだ。まあ気休め程度だな。俺見ろ、ったく何考えてきてんだか。何、一人ではお前が寂しかろうと思ってな。この先どこに行くことになるにせよだ。お前だが、むざむざとあの世に送られる気はない。あくまでも目標は仲間たちとの再合流だ。いいな。分かったぜ、相棒。一丁上がり。
い。それそりゃ、ほらほら、一丁上がり、取ったぞ。うん、傷を癒そう。くらいな。それそれ、どりゃ、一丁上がり。うん、手当てが先だ。こいつで行くぜ。逃げるもんなら防いでみな。よっしゃ。やつだったか。どうにかこっちの勝ちだな。ああ、勝ったおかげで随分な商品がついてきたようだな。ははは、こりゃすげえ、かなりの大軍だな。うん、数千人はいるな。まあ、やることはこれまでと同じだ。できるだけ長く連中をここに釘付けにする。よかろう。おとりの本懐ここにありだな。ではせいぜい暴れて敵兵どもに派手に食いついてもらおうか。おう、できるだけ多くあの世に連れてってやろうじゃねえか。ゼストさん、大変ですよ。ドラグナーが2人侵入してきたそうです。あの、ゼストさん、ドラグナーが2人ですね。うるせえ、俺に何をしろってんだ。俺はまだ分かっちゃいねえ。何も分かっちゃいねえんだ。あいつらの言ったこと、本当の強さってやつの意味がさ。その上俺はあいつらを超える力を身につけてもいねえ。今のままじゃまた負けるだけだ。ゼストさん。ヨアヒム、ゼストは放っておけ。ゲオルムさん、お前の研究室にもそれなりの備えがあるだろう。自分の持ち場はとりあえず自分で守れ。それはまあできますが。いざとなれば私が出れば済むこと。今の私ならばゼストの力を借りるまでもなく、ドラグナーの二人ぐらい十分対処できる。俺よりお前の方が強いって言ってんのか。おそらくはな。へえ、大きな口を叩くようになったじゃねえか。それもあのなんとか剣のおかげかよ。
いや、まあどうでもいいか。好きにしろ。もはやお前には何も期待していない。強さを追求することをやめたお前にはな。私ならば互角に戦える相手がいようがいまいが、敵対する者に何を言われようが、ただひたすらに自分の信じた道を極める。つまり強くなるためにはなりふり構わず邁進するだろうが。おやおや、これは皆さんお揃いで。ヨアヒム。おおおお、あなたも来てくれましたか。私の元に帰ってきたんですね、研究の続きをするために。そんなわけないだろ。でしょうね、だと思いましたよ。まったくあなたは恩知らず。私がどれだけあなたたち兄弟の研究と観察に時間を費やしたか、そのこともまるっきり理解せずに助けが来ればホイホイと逃げてしまうんですからね。くだらない愚痴に付き合ってる暇はないんだ。もっと大事なことを話してもらおうか。今帝国軍を指揮しているのは誰なんだ。は？指揮？何言ってんですか、あなた。だからゲオルグが死んだ後、帝国軍を指揮しているのが誰かって聞いてるんだ。お前なのか、それともゼスト。死んだ？ギオルグが？何がおかしいんだ？だってあなた、ギオルグが死んだって。死ぬわけないじゃないですか。あの人は神を継ぐものですよ。神を継ぐもの？そういえばゼストもそんなことを。何百年にもわたって刻印教会が洗礼と荒廃を繰り返してきた、その結果がゲオルグなのですよ。まあそのことはいいです。それよりここに私の最新作があります。せっかくですから、その性能をお目にかけましょう。帝国の創建が一つ、ダンスレイブ。さあその強さ存分に見せつけてやりなさい。あらら、負けちゃいましたか。そうですか。あなたたち、いい加減にしましょうね。人が苦労して作品を完成させたと思ったら、
片っ端から壊したり盗んだり、おまけに盗んだ作品を使って最新作を壊したり。盗んだ作品？僕のことか？あなた以外に何があるんです？結構お気に入りの悲鳴を上げる作品だったのに、逃げるとか何を考えてるんです？返しなさい、あなたを。今すぐ私にまた悲鳴を聞かせるのです。さあ早く。さっきから黙ってたら好き勝手なことを。僕は人間だ。君の作品なんかじゃない。ほっとこう、マリオン。こんな奴を相手にしても頭に来るだけだよ。確かにそうだね。こんな奴は放っておいて、ゲオルグを探そう。私なら探すまでもない。ゲオルグ。はあ、ゲオルグさん、あなたからも言ってやってくださいよ。本当に生きていたのね。神復活の悲願を達成するまで倒れてなどおれんからな。神への道を開くためには光竜の力を我が物とする必要があるのだ。この竜明剣、ギャラルホーンを持ってな。神を復活させてどうするつもりなんだ。そんなことをしたらカタストロフがこの世に放たれる。カタストロフ、そのようなもの恐るるに足りん。いや、我らにとってはむしろ好機だ。滅びるのは弱き者どものみ。我ら神の恩恵を受けし強者は生き残る。自分たちさえ生き残れればそれでいいというのですか？話しても無駄なようだね。そうだな。こうして話している時間も惜しい。私は一刻も早く光竜の力を手に入れたいのだ。そうそう、私も改めて光竜のドラゴンソウルをじっくりと研究したいですからね。そんなことはさせない。させないと？果たしてお前たちに私を止めることができるのかな。ドラグナーのうち二人を欠いた今のお前たちにな。アグナムとレスティがいなくたって二人の分まで私たちがやってみせる。おいおい待てよ、誰がいないって？お前たちだけで勝手に始めてもらっては困るな。兄様。おやおや、またお邪魔虫が増えてしまいましたね。アグナム、レスティ、よかった、無事で。おとりのつもりだったんだけどな。出てきた連中みんな片付けちまった。次はお前だ、ゲオルグ。うん、いいだろう。たとえ全ての戦力が揃ったとしても結果は同じこと。さあ光竜よ、我が竜明剣ギャラルホーンにその力を捧げるのだ。さらなる竜の力を。エナヤカラに罰を与えよう。くらいなさい。裁きの鉄槌だ。手当てこの思い歌に乗せて響かせます、世界中に。我に宿る。これでどう、音源のリズム、これでどう。
これで神の復活は阻止できます。ゲオルグの野望もおしまいです。やったなユマ。おやおや、甘い人たちですね。本当に考えが甘い。なんだって？どういうことなんだ？言ったでしょ、あの人は神を継ぐものですよ。こんなことぐらいで倒せるわけがないじゃないですか。何？その通りだ。お前たちは甘い。ゲオルグ、本当にまだ生きていたの？傷がもう塞がってる。あの爆発を生き延びたのはこういう仕掛けだったのかよ。そういえばジーナスも言ってた、ゲオルグが力を隠しているかもしれないって。逃げましょう。切りつけてもすぐに傷が塞がるようなやつとはまともに戦っても勝てないわ。一旦引いて対策を立てるの。さすがは王女、素早い判断だ。ならば早く逃げろ。惨めに敗走するがいい。今回だけは見逃してやるぞ。ソニア、こらえろ。分かってるわ、みんな走って。おやおや、本当に行っちゃいましたよ。いいんですか、逃がして。奴らの力侮ることはできんからな。私が負けることはないにせよ、奴らを倒す決め手に欠けているのも事実だ。それはまあね。あなたのスティグマである超回復の力だけではあいつらを倒せませんから。さて、どうしたものか。だったらいい手があるぜ。ゼスト。見てたよ、ゲオルグ。お前の戦いぶりをな。確かにお前は強くなった。おかげで吹っ切れたぜ。俺もお前を見習うことにしよう。一体。竜明剣、ギャラルホーンを渡せだと。そんなに驚くことはねえだろう。今でも神を継ぐための継承順位で言えば俺が第一位のはずだぜ。まあそうなりますね。あなたが1位、ゲオルグさんは2位です。ヨアヒム。ほらな。ってことはその竜明剣の所有権についても俺の方が優先ってことになるだろう。ゼスト、私との約束を忘れたのか。お前は神の復活に協力する。その代わり私が神を継いだ暁にはお前と戦うというあの約束を。悪いが今となってはそんな約束何の意味もねえさ。あの時の俺には
神ぐらいしか戦う相手が思いつかなかった。だからこそお前とそういう約束をしたんだ。だが今はそうじゃねえ。今の俺には戦うべき相手がいる。だから俺はそいつら以上の力を手に入れなきゃならねえ。そのためには神の力だろうとユグドラシルの力だろうと何でも利用してやるって決めたんだ。何を今更そのようなことを。お前が言った通り、なりふり構わず強さを求めることにするぜ、ゲオルグ。もう手段は選ばねえ。なるほど。そういうことなら竜明剣ギャラルホーンを再調整しましょうね、ゼストさん向きに。なんだよヨアヒム、俺の話をちゃんと聞いてなかったのか。ゼストさん、なりふり構わず手段も選ばねえって言ったはずだ。もっともっとやるってことさ。最高に楽しくなることをさせてやるぜ。お前の人生で最も完璧な究極の作品を作る時が来たんだよ。ハハ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 ハ